1年ぶりですけど。そうですね、まあ、穏やかな気持ちで臨めてます今回は。あ、なんか今年1年は特に過去の映像をものすごい見返してきたので、なんか終始緑山にいるような生活をしてきたので、なんかある種ちょっと見慣れた光景になりつつありますね。ただ、まあ、緊張感を失ったわけではなく、まあ、自分の中では平穏な心で臨めてるっていう、そんな感じですね。コンディション的にはどうですか？いや、バッチリだと思います。お、まあ、かなり前回に比べてちょっと入り時間も少し早くして、ウォームアップの時間も長く取ってるんで。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なので割とそういうところでもちょっと余裕があるかなって感じですかね。入ったのってもう6時ぐらいに来てましたよね。6時半ぐらいに来ましたね一番乗りでした。そうですね、ちょっとやっぱり前回大会がファーストもそうですし、特にサードとかもやっぱりウォームアップ不足みたいなところ、ウォームアップできなかったっていうのが非常に心残りだったというか、なんでそこを改善したらどんなパフォーマンスになるのかなっていうのはちょっと気になるところだったんで、今回は実験でなんか対策ってしてきました？いや、もう死ぬほど動きましたよ。20キロのベストを背負ってクリフやったりとか、今までそれ実はやってきてこなかったんですよ。自重でしかやってなかったんですけど、ちょっとやっぱりそれじゃ間に合わないっていうところで荷重の懸垂だったりクリフっていうのを始めて、まあ、おかげさまで上半身重くなってきたっていうじゃあそこも今年は、そうですね、どうなるかでも、トレーニング器具に変わりますね。それがパルクールですね。すごい続いてボクシング世界選手権金メダル、岡澤セオン28歳。日本勢史上初、世界選手権金メダル、そしてパリオリンピックの代表内定しているボクサーの岡澤がやってきた。アジア大会では日本勢29年ぶりの金メダルを獲得しました。日差しが出てきた。岡澤セオンが飛んでいった。始めたきっかけはまるで漫画のようでした。ボクシング部に入るだろうと先輩に誘われた。一生の防衛に言い上げることができませんでした。3種の神器を全て取り揃えるマスターオブファーストステージ、パルクール協会会長8大会連続サードステージ進出、令和の忍者パルクールの、おっと佐藤が回転を入れながらクワッドステップをクリアしていく。
から飛んでいく。見せるパルクール佐藤。シルクスライダーもしっかり掴んで飛んでいきました。11大会連続でファーストステージをクリアしています。今回は見せるファーストステージを、最速じゃなくて見せるファーストをやるの。フィッシュボーン、タイミングを見て、そして両足揃えて軽々越えてきた。上も掴んだ。そして両足揃えて軽々越えてきた。上も掴んだ。なんだこのフィッシュモーンのクリアは、なんだこのフィッシュモーンのクリアは。新エリアツインダイヤ。ここは佐藤潤、パルクールの佐藤潤、大丈夫か。ここも余力を残して、そしてドラゴングライダーだ。風のごとく佐藤潤、潤太が完璧なドラゴングライダー。タックルまでやってまいりました。240キロ、300キロ、320キロ、合計860キロを押し込んでまいります。パワーも兼ね備えています。一発勝負だからサスケは面白いと話した。残りはそり立つ壁、まだ40秒残っている。そり立つ壁 4.5 メートル、ここを超えるか。回転しながら一回転してファーストステージクリア。 4.5 メートル、ここを超えるか。回転しながら一回転して驚異のパルクール協会会長佐藤潤、一人だけ別班の動き、とてつもない男がここにいた。なんだそれ、なんだこれ。これが佐藤潤だ。何の参考にもならなかったね。素晴らしい。ツイスト、はい。なれやれ。なんだよね。なんですかあのそり立つ壁。すごい。届くのやっとなのに。これ今後マスオになるんじゃないの。彼しかできないですから。おいやでも純くんらしいけど。度肝抜かれましたね。お二人もやりますか。いやいや遠慮しておきます。届くのやっとですか。一回転してファーストステージクリア。驚異のパルクール。あれはエグい。だからそういった壁の前集中してたんだ。これが佐藤潤だ。いつもより時間取ってたからさ、ね、マジでやってらんねえよ。回って掴めちゃうもんなんですね。ねえ、うん、ちょっと参考になりました。参考になったね。あれが正解だった。あれが正解だ。こうだね。こうやって回れ。これが見せるパルクール。これが佐藤潤だ。史上初ツイスト、回転を入れての反り立つ壁でした。回転を入れての反り立つ壁でした。何すごすぎる。おお、どこで回ってたの。そういう風に。何すごすぎる。ちなみにあれだけやって31秒残ってますからね。どうなってんのあの人。こんなサスケ見たことないですよ、うん、ねえ。あ、なるほど。できるのね。回転しながら壁登れるの。
ちょっと次元が違いますね、佐藤さんね。すごい。私やっぱ別班だと思うな。すべて取り揃えるマスターオブファーストステージ、パルクール協会会長佐藤純32歳。8大会連続サードステージ進出、令和の忍者パルクールの、おっと佐藤が回転を入れながらクワッドステップとクリアしていく。ローリングヒルも速い。そして上段から飛んでいく。見せるパルクール佐藤。シルクスライダーもしっかり掴んで飛んでいきました。11大会連続でファーストステージをクリアしています。今回は見せるファーストステージを。フィッシュボーン、タイミングを見て、そしてよし、揃えて軽々超えてきた。上も掴んだ。なんだこのフィッシュボーンのクリアは。新エリアツインダイヤ、ここは佐藤潤、パルクールの佐藤潤大丈夫か。ここも余力を残して、そしてドラゴングライダーだ。風のごとく佐藤潤潤化が完璧なドラゴングライダー。タックルまでやってまいりました。240キロ、300キロ、320キロ、合計860キロ押し込んでまいります。パワーも兼ね備えています。一発勝負だからサスケは面白いと話した。残りはそり立つ壁、まだ40秒残っている。そり立つ壁 4.5メートル、ここを超えるか。回転しながら一回転してファーストステージクリア。驚異のパルクール協会会長佐藤潤、一人だけ別班の動き。とてつもない男がここにいた。そしてフィッシュボーンですが、ここは史上初めて両足ジャンプでいった。苦労するプレイヤーがいる中の両足ジャンプ。そして最後の反り立つ壁はなんと回転反り立つ壁、回転壁登りを見せました佐藤潤。しかもまだ31秒73残っている。スピード&パフォーマンスの頂点佐藤潤。サスケは面白い、佐藤潤はすごい。素晴らしいファーストステージでした。びっくりしました。何ですか。ちょっと今日は今回だけはこれをやろうと決めてて、なんかやっぱり僕がこうサスケをやってる意味って、僕がパルクールを体現するっていう一つの目的もあるので、こんな障害物の使い方があるんだよっていうパルクールの視点で今回はやってみました。もうこれをやろうって事前に決めてたんですか。そうですね。なのでいつもの緊張感では実はなくて、この動きが全部成功するかなっていう、そっちばっかり気にしてるでも全部一発でいけたのが本当に嬉しかったです。特に壁は実はいろんな方のセット練習でほぼ成功してなかったので、ちょっとこの本番の流れで一発でいけたのはめちゃめちゃ嬉しいですね。そのなかなか成功しなかったものをでもやろうっていう風に思ったんですね。そうですね。なんかやっぱりパルクールの大事なとこってできなくてもまずトライすることなので、やっぱり一つの経験としてやっておきたいと思って最後振り絞っていったら体が勝手に動いてくれました。ちょっと驚異の動きでしたが楽しませてもらいました。はい、ありがとうございます。ただここはまだファーストです。そうですね。ちょっとここから一回気持ちを入れ直して、僕の目標はクリフと対峙するっていうところなので、次で落ちちゃったら仕方がないから、ちょっと今はまず集中して次に挑みたいと思います。切り替えて応援しております。楽しみにしてま す,、はい、ます。お疲れ様でした。すごい、あそこの2人がどよめいてましたよ。これちょっと何あれびっくりしたよ。プラン通りよ、プラン通り、ようやくいけた。今回の緊張はここにあった。普通は本当に、いや普通はさ、ここ出迎えた時によくやったってこうやるんだけどなんか固まってたもんね、俺らこう、ね、えーって、いやよかった、成功してよかったよ。見せたね、もういやもうまさにパルクールだね、本当にちょっと純らしい感じの。そうね、なんかやっぱりずっと同じ動きやっててもちょっと面白くないし、自分の中でもなんか落ちてもいいから新しいことチャレンジしようと思って。あそうね。でもこっからちょっとね、セカンドサード強い2人に俺はちゃんと見習っていかないといけないから、ここからちょっとこうしっかりモード入っていこうかなと。ありがとう、でも、ね、いろいろね、うん、いえいえ、よかったよかった。ちょっとその余力で応援お願いします。いや
面白かった本当に。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。